マコナコです。タイニーガーディアンズ続きやっていきましょう。次はこのマップ、早速、おっとまた音楽変わったね。アサシンとクレリックとマジシャンかな。まあこれぐらいしかないんでね、この他2つは育ててないので、これでいきましょう。できれば下の方も行きたかったけど、これウィザードまだ多分、ポイントが足らないんでね。というわけで、あとは適当に置いといて、さて行きましょうか。で、前回やって思ったのが、ボス戦の時に操作が煩雑になったので、今回呼び出すのを、まあローグ2つにクレリックに、あと最後マジシャンの4人体制でやろうかなと思います。そしてレベル上げを優先してやってって、それで戦えるかどうか、そのあたり確認できたらと思います。実際どうなるか。うん、ダメージ与えることができている。結構出てきてるね。次は魔法使いですね。120ポイントまで貯まれば呼び出しましょう。これでもう今回完成形ということで、どうするかな。あー、呼び出すの忘れてたな。どうするかな。先に、まあ、ローグを上げるのがいいような気がする。もしくは魔法使いなんだけど、バランスよくでもいいしで。場所変えときましょう。ちょっと離すか。うん、あれかな、あれこの段階だと違うか、まだ4つ分あるよね。あれこれ本、あ、いいのか、これ4人になってるのか。なんかボケったな。こうか。だからまだ達成できないので、ちょっとポイント少ないうちにアップグレードできるマジシャンから優先してやっていきましょうか。回復、いや違うな、先にこっち側をクレリック1段階上げておきたい。ポイントたまった。これで前2人は回復可能となるので、どうするかな。まあローグもバランスよく上げるか、魔法系一気にいくか。敵魔法防御高いんだよね。まだまだポイントが。で、今新しく出てきた敵の説明が書いてあります。ローグは210ポイント必要、魔法は144ポイントだから、先に魔法アップグレード、さらに168ポイントでアップグレード可能なんで、魔法優先かな。その後ローグのんびりと上げていく。回復やっときましょう。なんだなんだ、今は勝手に動いたと思ったけど、向こう側に何かあるというわけではないのかな。そしてぐるぐる回るかのような、あれこれ永遠になんか終わんないとか、あ、出口がなくなったんだ。まあさすがに永遠に終わんないというマップではないと思いたいけれども、どうなんだろう、エンドレスモードみたいな感じでね、可能性がないわけではないんで。さらにレベル上げて、魔法はあと1回192ポイントで上げ切ることが可能。うん、なんかこの角からずっと撃たれてるね。
回復やっていきましょう。192ポイントまでまだまだ。毒とか食らうからあんまりいい状況になってない。これで魔法は上げ切ることが可能。次はローグ系いきましょう。なんだろうな、ここ。これは、ああ、なんかスイッチをして、この中入るんじゃない？あ、違うか。あ、なるほどね。ぐるぐる回ってる最中にこのランプをつけてきって感じかな。今ここクリックしたのでランプがついた。多分次こっち側でまたクリックし忘れないようにしないと。多分忘れるとランプがつかずにやり直しみたいな感じになると思う。210ポイントまでのんびり待っていきましょう。これは新しいか？あ、分かんなかったな。もう呼んでしまっていいでしょう。レベルアップ可能。アサシン上げていきましょう。これをできればダンサーあたりを使えたらよかったんだけど。あ、これこれクリックじゃなくて大丈夫だよね。なんかボケっとしてて仕掛けを見逃す可能性があるから。多分ランプがどこか出るはずだけど、このあたり、この角度的にね。もしかしたら考えが間違ってるかもしれない。いや、合ってる合ってる。まあ、クリックこれする必要があるかどうかはちょっと分かんないけど、クリックしなくてなんかミスするのもなんなんで、念のためクリックはやっておきましょう。うん、上の方。次のレベルアップは240。結構ポイント必要だね。バランス型よりかは特化型で上げていきましょう。一つの方優先で。で次は270か。ポイント重いね。大丈夫かこれ、ランプこの辺り。まだ来ないか。今欲しい2段階目まで行ってるから、まあここでまた半分ぐらいまで溜まって、次の場所で半分まだ全部溜まってみたいな感じで、特段つくわけではまだない。ん、さらに新しい敵。こんな敵がハイスピードって書いてあるね。うん、下からやってきている。上からもやってきている。ここら辺の攻撃が何かハイスピードなんでしょうね。耐久減るのがハイスピードなのか、この射撃が速いのかちょっとよく分かんなかったけれども、念のため回復やっていきましょう。ポイント溜まってる。270。ラストは300か。どれぐらい強くなるのか。エクストラダメージが出るとかそんな話だったと思うんで、そこら辺期待しましょう。あー、今倒されていた。回復使いたい気もするけど、とっとと使っときましょう。あー、そっかそっか。これあと1箇所
つけたらこれなんかピエロみたいなものがでかいのが飛び出してくるんじゃないかな。もしくは4体のピエロか、まあ、そんな感じするよね。300いったアサシンマックス。次はもう一個のアサシン上げてからクレリック上げるか、もしくはクレリックあと1段階上げてからアサシン上げるか。うん、先にクレリックもう1段階かな。もう1段階で3人まとめて回復できる。できれば4人回復できれば自分以外全部回復できることになるので、そこら辺狙いたい気はするけどね。上げてしまいましょう。次は210ポイントアサシンあげましょうか。うん、ポイントたまった。案外これの方がその動かす手間というのが少なく済むので楽かもな。危ないか。そしてスイッチ出てくるよね。これどうなんだろう。もう星は3つ溜まってるんで、あ違うな、右側に、あゴールが到着か。ゴールが出てきて到着。あーなんかボスが出てくるのかなとか思ったけど、無事クリア。これ次のルート行けるんじゃない？あ違うか、こっち側か。もう一個、あサーカスのところ。あポイントこれ結構たまったかもな。これ右側はポイント得られるところはない。でユニット今16、欲しいのはダンサーなんでね。ウィザードだと結局はマジシャンとの交換になってしまうので、で条件35スターを稼いだ。うん、上は今回やらんでいいかな。こんな感じでさらに行きましょう。あ迷うな。ダンサーを待つかウィザード使うか。いやまあアサシンクレリックマジシャン、マジシャンの代わりにウィザード使うのは悪くないと思うけどね。ハンターナイト変わらず難易度ノーマルなので、別に全部上げ切ったものを使う必要もないかなとかはね考えるけど、クレリックでこれは最初から体勢整ったね。うん、左下なんかボスが出てきそうな。もうこれ以上動かせないんで、このエリアで全てが完結するはず。うん、全然ポイントたまんないね。ん？硬いぞこれ。これなんでだろうな。特に物理に耐性があるというわけでもなさそうなんだけど。そしてそうこうしていたら後ろから敵が来てしまっている。回復は大丈夫。先にウィザードを上げていきましょう。マジシャンか、マジシャンを上げていく。やはり移動速度が遅いと敵への攻撃届くまでに時間かかってしまうんで、そうなるとナイトがすごく使いにくくなってしまうんでね。難易度系も魅力だけど、パラディンとかね
追加のユニットもあったけどね。うん、今新しい敵。次は144で。あー、両方とも硬いね。これ一箇所まとめた方がいいか。で、回復しましょう。144、あと一つ倒した。レベル上昇。硬いから次呼ぶべきかどうか。一個だけ呼んどこうか。いや、もう両方呼んで魔法で倒しましょう。違うな。次168ポイント。これは魔法に対する耐性があるというわけではない。物理に対する耐性があるのか。じゃあ魔法上げた方が。これは魔法に対する耐性がある。物理が有効。回復使うかな。次は魔法を上げつけから一旦クレリックやって、その後にアサシンを上げていく。それで問題なく。読んでいきましょうか。回復もサモナーを優先して。おっと、呼べてないか。うん、クレリック一つだけ上げておく。あとはさっきと同じようにローブ優先でいきましょう。これ硬いんだよね。なんでここまで強いのかがよくわからんけど。だが数増やすより強化を優先した方がいいということが分かったので、まあでもどうなんだろうな。ボス戦がなければ数多い方がいいのかな。やっぱりボス戦の時は操作するのが大変だということで数減らした方がいいかなとか考えたけど、単純に敵の数が多いこういうような戦いの時はユニット増やした方がいいかもね。でもこの100ポイントとか150ポイント使って枠開けるというのもね、なかなかコストが重いから。回復やっていきましょうか。うん、このマップもちょっと目的がわからないというか、延々と出てくるものを倒せばいいだけなのか、それともそうじゃないのか。うん、また新たな敵。砲台か。どこだろうな。あー、右上。砲台登場。ん？結構今大ダメージ食らったぞ。魔法で取って倒してくれて、なんとかなった。そっかそっか、ここで隕石使うって手もあったな。今の砲台のところで。さて、レベル1個上がってる方向をさらに強化。次は270ポイント必要。
数増やしたい気もするけどな。どうなんだろう。まあここがボスのエリアのような気がするけど、そうかそうじゃないかは当然わからないからね、この段階だと。うん、砲台倒すことができている。真ん中危ないね。クレリックも自分で回復できないから、自分に対してはね、回復のところに入らないとダメなんだけど。バック増やすかな、一つ朝日に上げ切ったら。300で上がりきることが可能。あともう一体。ようやく。うん、せっかくだからナイトとかもね、使いたい気がするからね。これで終わりってことはないよね。うん、左右分かれて敵倒していく。まあそうなった時何をあげるかでね、アーチャーかナイトか。まずコスト軽い方。うーん、砲台そこに対して技使うべきだったか。もう一個。ナイトはもう倒されてもいいでしょ、まあ、それぐらいのつもりで。次はハンターあげましょうか。ハンター登場。これで一応バランスはね、良くなってるはず。そうなるとナイトをちょっとレベル上げて硬くするとか、そこら辺ぐらいはやっても良さそう。コストも軽いしね。ナイトまず一つレベル上げて。ちょっと待ってくれよ、音楽変わったぞ。なんか右上側、リングマスター何かやってくるんでしょ。あー、ボス戦ならばこれ数増やすべきじゃなかったか。ひょっとしたら失敗したか。ナイトあげましょうか。うーん、範囲攻撃やってくる気配がある。いや、行っちゃダメその方向。まあ、あー、3体全部持ってかれた。回復。これはこれは、あ、一体早く倒せってことか。うん、でも今の照明なんだったんだろうな。そこまで何かひどい効果をやってくるって感じでもなかったけど。うん、やっぱりそうだ、これ動きが必要となる。ああ、重力でなんか持ってかれたかのような。あ、ダメだ、逃げ切れない、逃げ切れない。どうくる。うーん、まあこれぐらいであれば一体でもとりあえず生き残ってくれないとサモナーの方に行ってしまうんで、攻撃は。そこだけは注意しないと。今のなんだろうな、あれワープかな、この今丸いの今目の前にやってるの、それともガードか。でもポイントたまらないからアップグレードは限定的になってしまう。
が何やってくるか確認して。逃れられんか。まあ、こうなると移動速度速い方が助かるんでね。まあ今の範囲入ってたからかなり微妙なとこだと思ったけど、これ動かさないとダメか。もっと寄ってくれ、サクッと。まあでも大ダメージではない。危なかったなこれ、今結構倒されそうな感じだったけど。避けきれん、逃れきれん。大丈夫かこれ。まあ、サモナーは体重が重いからか動く気配がない。で今回復やってくれたんで範囲内に入ってなければ引っ張られきることないでしょう。ちょっとこれで様子見ましょうか。うん、耐え切っている。ああこれ動かせるのか、幽霊の最中でも。倒しきったかな。どうだどうだ、これ左下なんかまたゴールつくんじゃない。あれ右上行ってるね。あゴールマークはなかったけど無事ビクトリー、星3つになってる。おっと、このピエロが敵だったってことか。最初のオープニングどんな感じだったかちょっともう覚えてないからなんだけれども、でどこか入って、うん、誰か助け出してるね。師匠か何かか、顔をあからめて。なんかでもこっちもなんか弟子みたいな感じでね。ん、びっくりマーク。ああ、この正体はって感じなのかな。知ってる顔だっていう。 To be continue、 いいね。さて下の方がこっち側か。おっと2つ、3つ来たね。とりあえずこっち側見ておきましょう。3個手に入れて、ダンサーいけるかな。いやこれ微妙、19か。あと1個、まあでもどこかやった後に。これなんだろうな、1つだけ色が違うんだよね。あアチーブメント、何か1つ達成。そしてまずヒール優先してあげて、あそれよりかもバランスでいくか。ナイトはやっぱり使いにくいかなって気はする。次はアーチャー系、ここら辺もバランスよく使っていけたらと思います。では今回はこれで終えて、また次回やっていきたいと思いますので、次回もまたご覧ください。ではでは。